チュッユセです。ウーバーイーツから謎の箱が届きました。今日はこれを中身を確認してメルカリで売っ払おうと思います。まだ中身も知らんうちからメルカリで売るつもりっていう。では行こう。何が出るかな。よし、入れよう。シャロン。お、なんだなんだなんだ、手紙が入ってるぞ。ご当選おめでとうございます。配達パートナー様の一層のご健勝をお祈り申し上げます。これがタオル、そして T シャツと W ファンヨガエアーハンズフリー、首にかけられるタイプの扇風機だね。ウーバーイーツのロゴや、かっこいいな。 USB 充電で動くタイプの、この T シャツサイズは何なんだろう。フリーサイズっぽいね。あれなんだよな、河川で結構いい生地なんだよな。使いたい。うわー迷う。タオルはなんかジップロックに入ってるぞ。おお。あ、ここにもロゴが入ってる。Uber Eats。かっこいいね。メルカリで売るか自分で使うか迷うな。使いたい気もするけど、サクッと売っ払っちゃいたい気もする。迷うな。そんで、一番いらないのはこれだな。どうしようかな。Uber Eats とはね、ちょっと嫌な思い出があって、日本一周 Uber Eats の資金だけで回るから、すごい宣伝になると思うんで、あのスポンサーになってくださいみたいなメールを Uber Eats の広報部に送りつけたことがあるんだけど、普通に無視されて、そっからね、クソがって思いがあるから、これはサクッと売っちゃいましょう。メルカリでいくらになるのか楽しみですな。見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしく。